トルステニエルス・ウィーセルは、スウェーデンの神経科学者。ウィーセルは、スウェーデンのウプサラで生まれ、1954年に、カロリンスカ研究所のカール・バーナードの研究室で、研究を始めた。1年後、彼は、ジョンズ・ホップキンス大学のステファン・クフラーの下で、研究するために、アメリカ合衆国に渡った。1958年には、デイビッド・ヒューベルと出会い、 それから20年以上続く共同研究が始まった。1959年には、ハーバード大学に移った。その後、1983年からは、ロックフェラー大学で働き、1991年に、総長、1998年に名誉総長となった。1982年、王立協会外国人、会員選出。2001年には、 途上国の研究支援のアドバイスを行うアメリカ国立衛生研究所の委員の候補となったが彼は保健社会福祉省長官のトミー・トンプソンのこの申し出を拒否したこの件はジョージ・ W ・ブッシュ大統領の科学経視に対する科学者団体の申し立て書きでも取り上げられたヒューベルト・ウィーセルの実験によって大脳皮質における 感覚情報処理に関する知見が深まった。1959年に行った実験では、麻酔した猫の視覚やに微小電極を侵入し、眼前に置いたスクリーンに、明暗のパターンを映し出した時の視覚やニューロンの、スパイク発火応答を調べた。そして、ある特定の方位の膨張刺激に対して、スパイク応答を示すが別の角度に対しては、 発火しないことを発見した。その後の研究では、刺激定時位置や方位に対して選択的に応じるニューロン同士が、規則的なルールに従って、視覚やを形成していることなどを発見し、単純な刺激が複雑な像となって現れる視覚の仕組みが明らかになった。ヒューベルとウィーセルは2つの業績により、ノーベル賞を受賞した。 一つ目は1960年代から70年代にかけていった視覚屋に関する研究であり、もう一つは視覚からの信号がどのように大脳で処理され、形、動き、立体的な深さ、色などを検出しているかを示し、視覚神経性理学を創始したことについてである。彼らは子猫の片目を眼帯などで短時間遮蔽する。 ことによって、遮蔽されない片目が、遮蔽眼の視覚入力の分もカバーして、視覚屋に情報を送っていることを明らかにした。この研究は、弱視や、ある種の色盲に対する理解を深めることになった。また、両眼視に必要な脳の領域を発達させる、ことはできなかった。二人の実験によって、視覚屋は、 幼少の早いうちから不可逆的に進化していくことが明らかとなった。これらの研究は若年性の白内障や射死の治療に道を開いた。彼らはまた大脳皮質の過疎性の研究にも重大な貢献を果たした。ウィーセルは全米アカデミーの人権委員会委員長を務めている。 彼は科学の悪用についての著書を書き、イスラエルやパレスチナの科学者の協力を進めている。また、グアテマラで暗殺された人類学者のミルナ・マックに関する小冊子も編集している。ありがとうございます。